皆さん、トントンライブ始まりました。1年4ヶ月ぶりでございます。よろしくお願いします。ちょっとね、時間を押してしまいましたが、今日はあの僕の大切な熱い先輩方や、ね、熱い同士に、ね、今日も招きまして、最後のトントンライブにしたい、いきたいと思いますので、最後まで皆さんよろしくお願いします。まず1曲目はですね、世の中ね、ちょっと辛いこととかいっぱいあると思うんですけどね、全部プラスにとっていきましょうよっていうオリジナル曲で、不死鳥という曲になります。今日はね、ちょっと先日脳梗塞でまた2度目で倒れられたんですけど、ちょっと復活して今日はドラムを全曲叩いてみます。第一フューチャリングトントンマスターズ、よろしくお願いします。まず不死鳥聴いてください。の詩でもあったんですけど、小さな光が大きく見えるまでっていう詩があるんですけどね、4年ぐらい前は本当にもうどん底に落ちてまして、フライヤーの写真があるんですけど、その時で一瞬光が見えた瞬間で、そうですね、でその時4年前っていうか自分の楽しみって言ったら、引きこもって自分でスタンドを立ててカメラ向けて、YouTube なのをね、ちょっとやってたりしてたんですけどね、その時にその YouTube 見てくださった西陽町に恵比寿さんっていうのをね、
居酒屋さんがあるんですけどもね、その方に誘っていただきまして、そっからね、ちょっと僕いろんなところで音楽やりたいなと思い出しまして、それでいろんなライブバーなどをそっから回って、今日という日があって、本当にね、出会った人のおかげで今やれてると思ってます。ありがとうございます。その時に誘ってくれた最後賞のエビスさんというところね、10周年で作って歌わせてもらった曲で、今回はね、本当にそれ以来になりますので、初めてやる曲だと思います。エビス聴いてください。
幸せになるためにまで来たんだから、好きな人と一緒にいなさい、大切なことなのか分かってくるんだから、好きなことをやっていきなさい、それでもどうしてもやりきれなくなった時は、この空を見上げて目指したところのと思って懐かしくなったら幸せ、もう君のラブがなきゃ闇に迷う人がいるよ、友達がいるように家族や仲間がいるように、僕には君がいなきゃダメさ、見つめて巡り合った頃のこと思って泣いたくて止まらなかったら寂しいよって戻ってきなさい、幸せになるために生まれてきたんだから、好きな人と一緒にいなさい。ここからね、あと2曲なんですけど、オリジナル曲をねやらせていただきます。最近作った曲で、来年のね、ちょっと映画が撮影されるんですけどね、そこで上川町というところなんですけど、それでね、ちょっとあるライブバーのマスターさんからちょっとね、宿題をいただきまして、その、映画っていうのはですね、悪徳ブリーダーに飼われてる犬がいまして、それでゴンダっていうボス犬がいて、そのボス犬が、その上川町にその犬たちを連れて帰っていくみたいなストーリーの映画がね、来年撮影されます。それね、ちょっと、使ってもらえるかわかんないですけどね、このチャンスをちょっと掴み取りたいんですけどもね、ちょっとね、新曲で Wait for me、 その、ゴンダっていう犬を後ろから追いかけてる犬目線で初めて作った曲になります。 Wait for me、 待ってくれるから聴いてください。
の死を喰らった。初めて伝えたかった言葉、それはありがたかった。僕がまだ知らない喜び楽しみ、それは君が教えてくれるかい。手を差し伸べてくれた君の足をずっと僕が追いかけているよ。君は走るけど知らなかった。気づいたよ、君にとって大切なものは何かと。君が生きるなら僕も生きてるんだ。愛する先輩アデア同士、すごい熱いライブをね繰り広げていただきますんで、最後まで皆さんよろしくお願いします。これでね、僕最後の曲ですが、僕最陽町で彼女を明かしてね、ちょっと遠距離出会いですね。いつもね、昔はそうやって YouTube とか自分でカメラ回してたんですけど、今こんな大事に彼女がずっとカメラ回してくれてて、 YouTube にも上げてますんでね、ぜひ見てください。それでは、やっぱみんな、僕は彼女が乗ってくれるからそうだし、うちの親父もおかんがおるからだと思いますし、リュウさんもリキさんが追ってからだと思いますしね、マスターもやっぱママさんが頭上がりますね、と思うんで、皆さんに捧げます。グッデ、聴いてください。
Yeah.